はい、皆さんこんにちは、れいなです。今日はスキー場です。来ました。スキーしたいと思います。タカは今年毎週のように行ってるんだけど、私は今日でシーズンインします。初滑りですね、社長。はい、私、ドイツに行ってたから冬の間にいなかったとか、仕事とかも忙しいから、でも今日は時間がありますので滑りたいと思います。何をやってるの？あ、これですか？うん、これ腰サポーター。これさ、ずっとさ、ヘルニアって言ってたじゃない？うん。で、ずっと腰が痛くて、スノボーも思うようにできなかったんだよね。なんだけど、このサポーターつけると腰がすっげえ楽になるから、いつもこれね、もうつけてるんだよね。でさ、もちろん病院も行ってんだけど、日常生活的にもさ、サポートしてくれるこういう腰のサポーター探してて、ずっと探しててさ、いろんなやつ試したんだけど、これがね、一番しっくりくる。このガードナーベルトって SNS でよくこう動画流れてくるんだけど、みんなさ、すげえびっくりしたリアクションするのね、初めてつけた時。あ、そう。で、嘘でしょと思ったのよ、うん、そんなやらせじゃんと思ったけど、マジ初めて自分でつけた時すごかった。このこう、うお、本当にすごい。そう、だからここのサポートがマジで頑丈だから、滑ってる時もこれあれば安心。だから、むしろこれないと本当滑れない、怖くて。あれ、ちょっとシェイプアップした？そうだよシェイプアップしました。レナも今日つけてみればいいんじゃない？そうだね。高橋さん、どこにつけるの？腰、骨盤周りだから、ここ、そうそうそう、ここの骨盤のを中心に、で、ここのさ、ストラップがちゃんとこう最後まで伸びてる形で、で、後ろから前に回して、で、まずその時点でここ強くギュッと後ろから前に回していきます。これマジすごいよ。これと反対側を持って、で、横にギュッて思いっきり引っ張る。すごくない？スーパーマンになった気分じゃない？こう腰がふわって軽くなるよね。ここに左手を右手でペタペタってくっつける。そうそうそう、めっちゃ簡単じゃない？これで腰サポート完了。滑っていきましょう。はい、ゲットしました。レナの1日券どうぞ。ありがとう。俺ちなみにシーズン券あるから、これ1日平日3500円。いきましょう。さよなら。さよなら。遅いんじゃないですか？もう疲れた。はい、今シーズン初リフトでございます。私のね。気をつけてくださいね。もう来るよ、後ろ。落ちたら笑おうね。そんなそんなうわーって言うほどじゃないよ。いや、はい、や、腰サポートあってよかったなあ今確かにこういう何要所要所でさ、ぐっきり腰になるからね。もうこの年になるとサポーター大事よちなみに今日平日なんで、この通り誰もいない。最高です。もう1本目から撮りましょうか、社長どんな感じか。1年ぶりの滑りを交互期待転ばないように気をつけてください。 ありがとう。気をつけてください。よっしょ、OK、 いけた、はい、景色めっちゃ綺麗よ、ちなみに最高景色。ふわふわだな。柔らかいね。タカさん、はい、どうした？足がつった。運動不足ですね。 足つりましたか？あ、社長さん、社長さん、ズームしましょうか。運動不足じゃないですか、社長さん。山頂リフト到着しました。高さどれぐらいある？一番上 1500m ぐらいあるんじゃないかな。ほうのき、あ、ちなみに今日来てるスキー場、ほうのき平スキー場っていう高山の奥にあるスキー場。これ左ね。はい、ひゅー、あぶね、ごめん、おいおいおい、あぶね、行きましょうか。オッケー。じゃあ誰が早いか勝負。誰が早いか勝負したら俺が絶対勝つでしょった最後抜かせました。めっちゃ頑張ったのに。いや、レナ早っ。怖かったよ、途中直角めっちゃ早いじゃん普通に
怖かったよ。レナさんの勝ちということでいいですか。転んでないから。はい、おめでとうございます。ありがとう。戻ってきました。はい、お腹減った。昼ご飯食べますか。いや、まだ早いけど。まずはでもこれだよ。エナジー足りてませんか。足りてません。はい、レッドブル。あんまり飲まないけど。しかもでかくないこれ。いや、普通でしょ。でかいバージョンのレッドブルじゃん。それカツ定食。俺毎回もう毎週これ。あ、めっちゃ美味しそう。これやべえ。やべえ。とポテト。私は2種類の唐揚げがついてる丼。タカはだいたい全部1回一通り食べたって感じ。あ、そう食べて。でも毎週来るからもう毎回これ。結局ラーメンとかもうまいしね。いただきまーす。はい、どうぞどうぞ。どうぞどうぞって言われたから。自分のもの食べ。最初に信じられますか。自分のもの食べずに人のもんから食べる。信じられます。うん。うまない、うん、やばいっしょこれ。何がうまいかってさ、うん、このみぞれね、みぞれ、うん、このさ大根おろしにタレが乗って、うん、みぞれのね、うん、カツもカリカリでうまいんだけど、うん、これやばいっしょ、これ毎食いたいっしょ。じゃあスキー場のご飯ってさ、だいたいさ冷凍でさ美味しくないじゃん、うん、これマジうまい、手作り、うん、ドイツ人のポテトの食べ方はケチャップとマヨネーズを混ぜて食べることです。日本の人からするとケチャップはつけるかもね、マヨネーズはつける人あんまいないかも。だって日本のマックにもマヨネーズないんだもんね。ケチャップはあるけどね、バーベキューソースとか、うん、うまそう。これこれとこれサンギ丼だね、あの北海道の名物かな。これもねマジおすすめ。うん、わ、本当に最後美味しい、ね、うまいでしょ、やばいでしょこれ、うん、この唐揚げもどうかな。あ、全然違う。あ、違うから、あ、2種類入ってるんだ。そうだよ。そういうことね。パワー出ますね。そう。とりあえずリフトで上に上がっていきたいと思います。ああ、つらい。ご飯食った後だから出てきそうだね。じゃあラスト上のコースでパウダーコースがあるから、はい、今日人少ないからまだ全然パウダー残ってると思うから、うん、そこ行ってみますか。生まれたら笑いますよ。いや、そんな難しくないでしょ。あ、レナさんのスキルで行けば楽勝らしいですよ。楽勝、楽勝です、楽勝。あれだよレナ、目の前のあのコース楽勝だね。微妙になってきました。ビビり始めました。あれ、レナ社長どうしたんですか。埋もれてますよ、パウダーに。大丈夫ですか。めっちゃゆっくり転んだよ。スローモーションだったよ。パウダーふわふわボコボココースです。前乗ったら、前乗ったらズボズボ刺さっていくから、それがさすがに無理です。私にはスキルを、パウダーもっともっとスキルを、まっすぐ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 。ようやく来ましたね。はい、はい、ギブアップでございます。ということで今からちょっと軽くストレッチ、ちょっと一旦これ外して、ちなみにね、俺がいつも使ってるこのガードナーベルトで骨盤矯正ストレッチもできるから、はい、ね、やってみればいいんじゃない今。ちなみにね、こう効果がどれぐらい出るか分かるためにちょっとテストしましょうか、レナさん。 OK、 何をテストする。腕をこうぐるっと回して、あ、そうそうそう、その時におばあちゃんみたいだね。ね、全然後ろに回んない感じはする。今のこの状態覚えてて。OK、 で、ここからテストして骨盤矯正していくから。 OK、 お尻の周り、ここ、お尻、お尻、お尻の周りでギュッと巻いて、で巻いてあげて、お尻でさっきのベルトでもう思いっきり締める。思いっきり、もっといける、もっといける。何それか、もっといけるんじゃない、もっとギュッと。でペタッとくっつけて、今回ってくると、あ、そうだね、このお尻をギュッと、骨盤ギュッと締めて、足を交互に10回ずつぐらいかな、上げる。ギュッ、そうそうそう、その状態で足を交互に10回ずつ上げると骨盤の矯正ができる。4、5、そうですね。え、違う。
違うでしょ。なんか全然後ろまで行く。なんでそう。だこれが骨盤が多分歪んでたのでもともとこんな感じ。めっちゃ良くない？骨盤矯正ストレッチ。準備完了でございます。ちなみに見て、テレーン。日常生活でもさ、全然つけてて、スノボ帰りとか運転長いじゃん距離が。でずっとこのまま座るからやっぱ辛くなってくるんだよね。じゃあ日常生活で座りっぱなしの時はつけた方が楽ってことだね。そうそうそう。だから俺は運転の時とか行き帰りの運転は絶対つけてる。ちなみにさ、コルセットってさ、なんかイメージ的にはさ、なんか介護かなとかさ、なんかおじいちゃんおばあちゃんがよくつけてるかなみたいな。そうだね、イメージあるじゃん。おじいちゃんでしょ。そうそう、まあ俺おじいちゃんなんだけどまあでも全然そんなことなくて、例えばスポーツする人とかさ、体幹アップするんだよね。そういうことね。だから俺毎日筋トレしてるじゃん。筋トレ中もつけれたりする。女性とかだとさ、あの出産後にさ、骨盤が歪む、骨盤矯正通う人多くいるじゃん。だから女性の出産後の骨盤の歪みの直しとかにも全然使ってるケースも多いんだって。一番気になってるのがコルセットをつけっぱなしすると、体が締め付けるんでしょ。あ、ずっとこう締め付けてるね、キュッて。でそれによって、あの筋肉が弱まるイメージがあるんだけど、そうじゃないの？それはね、確かによく言われてるね。これ諸説あって、確かに筋肉が弱まるっていう人もいるんだけど、気になる痛みで運動不足になるのが、まあ、一番筋力低下。気になる人は調べてもらったらいいと思いますね。今平湯温泉について、まずは旅館にチェックインしてからご飯を食べに行きたいと思います。レナさんが美味しそうなレストラン見つけたので。調べましたよ。レストランもみの木です。お腹減ってきました。タカはペコペコです。あ、よかった。めっちゃいい、この雪景色を見ながら食べれるよ。やば。メニューが鉄板です。見て、飛騨牛3600円。飛騨牛ロース2600円。はい、タカがこれラーメン750円。ラーメンとかはね。飛騨牛食べときますか。食べたいよ。飛騨牛いっちゃいますか。じゃあ飛騨牛と、あ、席移動しました。あの鉄板焼きしたかったらこのコンロがないとダメって言われて。社長さん、yes. 今日は誰が飲む？私。450m だよ、私たちの旅館泊まってるところ。ここまで。でも吹雪だったから車で来ないと、レナが風邪ひくかなと思って。タカが怠け者。俺はジュース？ドリンクバーが。じゃあドリンクバー取ってこい。皆さんはどう思いますか？誰が取るべきですか？コメントで教えてください。お酒を飲む人じゃないですか、それは。社長さん。部下が取るべきだよね。じゃあコーラで乾杯。乾杯。だからやりすぎだよ、コーラだよ。おお、来ました。大葉味噌、梅酒。これ私の取られました。大葉味噌だよ。そうです。皆さんが知ってるかわからないんですけど、このエリアに来ると大葉味噌です。葉っぱの上で味噌焼きながら野菜とか、まあお肉焼いたりもするけど、そう、お肉も焼いたりするけど、これがなんかベジタリアン。ご飯との相性抜群なんだよね、白いライスと。このピクルスめっちゃ美味そう。うまそう。漬物の盛り合わせも来ました。この漬物めっちゃ美味しい。うまっ。これが一番美味しい。何か分かんないけど、ちょっと塩辛いね、しょっぱいね。大根、うまっ。このボールみたいなナスでしょ。え、ナスじゃないかこれ。全然ナスの食感じゃないよ。ナス。ナスではない。しょっぱい漬物をさ、想像して食べたからさ、めっちゃ甘くない？なんて言うんだろう、オリーブの甘さがちょっとする。オリーブかな。お。今何わかんない。でもそんな甘くない。焦げる焦げる。うわ、出来上がってきたね。いや、まだだよ。端っことかちょっと焦げてるけど、でね、うまいよこれが。どんどん来ました。これがチキン。飛騨地鶏。Yes。豚バラと飛騨牛。お野菜のキノコ。はい、ありがとうございます。キノコ盛り合わせ。あの、タカさん。大葉味噌、漬物、全部来たけど、食べれるか分かりません。注文しすぎましたよ。注文しすぎたね、これ。絶対に。これをこう、ご飯に乗せて。そう、見てこれ。これ。もう、しょうしょうしょう。おいしい。甘い。なんかいいこと思いついちゃった。何？これ。え、それ俺の左？おお、大葉味噌の方で焼くという荒技ですね。あ、鉄板も出来上がってきたね。じゃあ飛騨牛のもも、飛騨もも。わあ、いい香り。いい音。
タカの分も俺の分ももちろんどういうこと何の質問ですかそれちょっと硬い飛騨牛ちょっと固めでした焼きすぎたかもここであれできたと思うできましたお頬葉味噌オリジナルレシピめっちゃ頬葉味噌ですよ辛いかもよこんなつけたらそんなつけたら辛いの戻しましたね味めっちゃいいんじゃない、うん、最高でございますか、うん、最高だよ味が良くなるよね普通の焼肉のタレで食べれるより全然うまいよね、うん、絶対にご飯も進むしね、うん、はい、うん、豚おいしいうまっ下手したらさっきの飛騨牛よりこっちのうまいかもしれないうま豚一旦野菜ぶち込んで野菜いっぱい焼き始めました、うん、熱っうんうまくねこれさっき俺食べたけどプリプリだねやばいっしょ、うん、こんなさ鶏でさプリプリしてる弾力があって超うまい、うん、エリンギこれなんだっけエリンギだっけこれなんかキノコって難しいよね。Yes. 椎茸だけは絶対わかるけど。タカが椎茸しか知らないよ。椎茸ならわかる。えのきとしめじでしょ。エリンギかもしれないよこれ。椎茸マジうまいんだけど。椎茸ないよ。え？これ椎茸じゃないの？椎茸だよねこれ。さすがに。エリンギ？これ椎茸4分の1に切ったじゃないの？知らん。梅酒も。美味しくいただきましたねおばあちゃん出てきましたのごちそうさまでしたで全部食べきりましたもう本当に今日楽しかったよ最高でしたねスキーも楽しかったしご飯も美味しかったしあとガードのベルトをつけたから腰も痛くないし完璧です今日紹介したガードナベルトはちなみに詳しい情報は概要欄をチェックできますのでリンク貼ってありますからチェックしてくださいちなみにねこのガードナベルトなんだけど、はい、楽天とかアマゾンとかでも販売されてるんだけど、まあ、なんか偽物ページが多くて、はい、あの注意してほしいですで公式サイトがあるから公式サイトで買えば絶対本物が買えるから俺も公式サイトで買ったんだけど公式サイトで買うと特典もついてきますどういう特典14日間、はいはい、使用後どんな状態でも返品してくれるああこれ好きじゃないなと思った人はとかまだ自分の腰に合わないとかそうだからもし悩んでる人がいれば一旦使ってみてああそうだね2週間ぐらいで分かるよねそうサイズ交換も可能だから14日間はあそれもいい私はでも S サイズを買ってちょっとだけ小さいからね出てきたからねあとさ紐が切れても仮にねあ紐がもしプチって切れても3年間無償で切れるのかな何回でも返品できるでメーカーの人と俺話したんだけど紐は絶対に切れないっていうか紐は切れないって言ったもうなんか猫とかがこれ噛み切れなければあそういうのでは切れるかもしれないけど動物が噛むとかねただ人間の力で引っ張るレベルだったらすごい耐久があるって言ったから、うん、だからこれをギューッとしてもだから逆に力自慢な人は切れるかどうか試してみてもいいけどでも切れたところで3年間無償で交換してくれるから あ、そうだね、それぐらい自信があるってことだよねそうもし購入検討する方は公式サイトで概要欄貼っとくので試してみてください、はい、マジ僕は世界が変わったのでそれではこの動画はここで終わりにします楽しかったならぜひいいねボタンを押してくださいチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた次の動画でも会いましょうバイバーイ